皆さんどうもこんにちは。本日はですねマネジメント塾コーチング編第6弾ということでで,ですねコーチングの技術の前に今日はですねコミュニケーションの要素というものを押さえた上で傾聴とかですね質問とかそっちのやり方の方に入っていきたいと思います。この話を何でしたいなっていうふうに思ったかというとですね どうしてもこの人がコミュニケーションをするっていう風になった時に、まあ、特にこの企業研修なんかでですね論理的思考力ロジカルシンキングといったものがまあ鍛えられていくわけですね。 研修なんかも受けるでしょうし、上司とか取引先の人に物事を質説明する上で、言葉の工夫、あるいは論理立ての工夫、こういったものは必要に迫られて、鍛え上げられていくわけです。で、そっちに意識が向くがあまりにですね、大事な要素を忘れがちになってしまうってことがあります。そして、まあ、それが非言語要素というふうに言われるもので、今日説明することなんですが、コーチングにおいてもですね、この関わりにおいても、この非言語の要素、 というものはすごく大きく影響を与えていくのでもしああ自分こうあんまり非言語を使えてないなっていうふうに思うことがあればそれを意識的に使っていくことを強くお勧めいたします。というわけで言語要素と非言語要素ってそもそも何なのかっていうことなんですけれども言語要素っていうのは言葉です何を伝えるかというものなんですけど話の内容であったりとか話題そして文字情報とか言葉遣い。 というものですメールとかですね SNS とかですねそういうものでもまあ、伝わっていくものにもなりますよねそして非言語情報っていうのは何かというとメールだとですね非言語情報っていうのは乗らないですメールはもう言葉の情報だけですねコミュニケーションというともう言葉の情報だけでのやり取りになりますそして非言語情報っていうのは対面でのコミュニケーションとか今はそのウェブ会議 でカメラを使っているコミュニケーションであれば割とですねこの多くの非言語情報っていうのもやり取りがされていくということになりますし電話だとすると相手の姿見えなくなってしまうので声口調に関してはの で当然ながら電話で喋ってる内容っていうのは相手に伝わっていくので、まあ、電話の場合は声・口調プラス言葉というものが影響を与えていく範囲になりますよということですね。で非言語情報って何かというとで現れ振る舞いとと声口調のことです現れ振る舞いっていうのは何かというと表情とか姿勢ですよね姿勢姿勢も私が例えばこうやってこうやって喋っているのとかあるいはこうやって喋っていたりとかですねってするとちょっと違う影響を受けますよね。 えとかもうずっと無表情で、うん、この日言語と言語と、うん、っていうふうにこう喋り続けていたらそれもまた何かこう私の私ってどんな人なんだろうっていうふうに 感じ取るそういういいもののに影響を与えていきますよねこの言葉だけ喋ってる内容だけじゃなくて私たちはこのその人がどういうふうにしゃべってるのか表れ振る舞いとしてどういうものが見えるのかとかどういうふうに聞こえるのかあということが影響を与えているよということです。れ振る舞いというのは表情姿勢、えー、ジェスチャー,ーですね私もジェスチャーいっぱい使ってますけどでアイコンタクト。 アイコンタクト。カメラの場合はもうカメラですよね。対面の場合は相手の目を見るとかっていうことになってきますし、今 Web 会議であると、アイコンタクトしようって思うと画面見ますよね。喋ってる人のアイコンタクト、画面見ることになるわけですけれども、でもそれだと目が合わないなっていう状態にもなっていったりします。でも目が合う合わないっていうのは結構ですね、重要な影響だったりするわけですね。例えば私がずっとこう上見て喋ってるっていうと、 なんかかこう訴えかけられてる感じ自分に喋られてる感じがしなかったりとか、まあ、人によってはですね疎外感をそれだけで持ってしまったりっていうこともあったりしますので、まあ、アイコンタクトっていうのもすごく影響を与えますよねということです時に服装なんかもいろんな判断の材料になったりしますよね服装だけでやる気があるないっていうふうに受け取られてしまったりしますから見た目から何かをこう影響を与えたりとか受けたりすることがありますよっていうのが非言語の表れ振る舞いのところです、えー、保育長っていうのは ボリュームそして話すスピード早口なのかゆっくりなのか声のトーンですね高いトーンで喋ってるのか低いトーンで喋ってるのかというこの声にもいろいろ種類があってその使い方で与える影響が変わってくると。 いうことですあ、小さくボソボソ喋っているとはんか自信がないのかなっていうように受け取られてしまったりもしますが小さい声っていうのは注意喚起にもなるのでそもそって喋ると聞き耳を立てるとかですねこういうその使い方もあったりします使う声によってあるいは口調によって耳から入ってくる情報になるわけですけれども受ける影響を与える影響というものが変わっていきますよという話ですというわけでですねこの言語要素非言語要素そして 言葉あらあれふるまい声口調というのはコミュニケーションで与えるあるるあいは受ける要素としてはいいろろありますすよとという話ですとりわけコーチングに関して言うとですね、まあ、相手の言葉っていうのは受け取っていくことになるんですねよくよく聞いて理解をしていくってことになるので受け取るメッセージを発信することも当然あります。質問の内容なんかも言葉を使いますしねあらあれふるまい声口調 まず現れ振る舞い聞いてる時の自分の表情とか姿勢とかっていうのはもうもうのすすごい影響を与えますよね自分の話をどんな風に聞いてほしいかって言ったらあの表情すごく興味を持ってくれてるなって分かる表情っていうのはなんとなく分かりますよねえとか怒ってんのかなななっていうようよよ表情もありますよねなんかこう眉間にしわが寄ってたりとかこう目つきがあすごくこう悪くなったりとかですね。 あとはまあ腕組みしてるっていうのも一つの表れだったりするのでえこういうのもあとは目閉じてるとかですねこうやってっていうのも影響ありますよねこうやって聞かれてんのとああってこうやって聞かれてんのともう話としては全然受ける印象が違ってくるわけですねえーコーチは自分の現れ振る舞いっていうものをやっぱり意識して相手が喋りやすいあるいは相手の話の内容に沿ったこちらの表れや振る舞いをしていく必要があるというわけです。アイコンタクトなんかかもしっかり合わせてですね もうずっとと自分のこと見てくれないみたいな状態だと相手はやっぱりそれこそ信頼を失っていってしまいますのでアイコンタクトなんかもしっかり意識をするとで声口調もそうですねコーチとして間の取り方とか速さとかなんかを合わせていくと相手はこう信頼を寄せやすいとあちゃんとこう聞いてくれてるなっていう実感を強めていくことができるというわけですなので、まあ、コーチは言語要素だけじゃなくて非言語要素にしっかり意識を向けてコーチとして関わっていく必要が あるんだということをここでは押さえておいてください。 さあこれ踏まえて、えー、次回以降のですねこのコーチングのスキル編に入っていきたいと思いますこれ別にまあコーチングに限らずですね例えばプレゼンテーションやるときなんかも割と何喋るのかとかっていうところに意識が向きがちになるんですけど、まあ、そうじゃなくてその喋ってる内容と自分の現れ振る舞いっていうのをしっかり合わせていくこととかその声を使い分けていくことなんかも使えますし、まあ、プレゼンテーションに限らずですね日頃のコミュニケーションにもものすごく影響を与えていくところですのでぜひ あの日頃から意識してみてください。さあでは本日はこれにて終わっていきますが、もしやまあまなんか良かったなとか。 役に立ちそうだなって思ったら、また高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。ということと、あの同じ内容のブログですね、準備してありますのでそちらご覧ください。コメント欄、あもうどしどしですね、質問とかご意見とかお寄せいただきたいと思います。もし何かより詳しい相談などあれば、問い合わせの URL も貼っておきますので、そちらにぜひメッセージをください。では本日はここにてお別れです。皆さんどうもありがとうございました。